今回はまた中古車の買い方シリーズですね。そうですね。中古車の買い方シリーズですね。はい。新しいエアロができたんで、その車種のご紹介をしたいと思っております。もう見えてますけども。あ、<laughs> 見えてますか。はい、はい。ということで、レクサスの RCF ですね。RCF。はい。これも はい、中古車が買いやすい車の一つなんですかそうですねこちらはもうほんと中古車がもう大大大おすすめみたいな感じの車ですよ結構モデル年式的には長いですよねそうですね2014年の終わりぐらいから出てますんでモデル年式は長いんですけど8年ぐらいってことですかねそうですね、はい、マイナーチェンジが2019年に行われてるんですけど、はい、実はエクステリアの変更がほとんどないんですよだから 初代の2014年モデルでも古さを感じさせないともう非常に中古車がおすすめですねまだ新車でも発売はされてるんですけど、はい、まあその2019年のマイナーチェンジの時に馬力が4馬力ほど上がりましてそれからエクステリアに まあ、あのフロントバンパーにカナードがついたりとかね、はいで、サイドステップの形状がちょっと変わってたり、<laughs> あるいは車重が20キロ軽くなってるとかね、あとローンチがついてるとか、まあ、それぐらいのイメージなんですよ。ですんで、まあ、正直2014年、2015年の初期モデルで十分なんじゃないのかなと。そしてですね この RCF は中古車の球数なんですけど、はい、2014年と2015年モデルが全、えー、RCF の中古車の中で、はい、おおよそ7割から8割まで占めちゃうんですよ。そそんんななににでですかそうなんですかうこの日本にある RCF が、はい、逆に球数は選べるんですね初代であれば走行距離価格それからカラー、はい、オプションですねそういう意味でも、えー、中古車を買う場合は初代モデルの2014年2015年モデルがおすすめですと。 じゃあ今後ろにあるのはえそのぐらいの年式の車なんですか。そうですね。ちなみに赤色が2014年モデルです。ちょっと見ていきましょうか。はい。これ20年2014年モデル。2014年モデルはい。それからこっちの白の方がはい2015年モデルです。そして走行距離がはい赤色が3万キロ台はいそしてえ白色がほぼ7万キロ倍ぐらい違うってことそうですね6万キロ後半ですね。うんっていう形になってますんで。はい。 価格差が649と599649と599万とこっちがはい649万プライスですねはいでこちらは599万プライスど。なってますんでこの値段の差額は走行距離です走行距離走行距離ですなるほどまあ確かに走行距離が倍以上違うので50万円違うのそうですねわかりますけどえええ いつもの中古車シリーズ。あるあるの。ええボディカラーはどうなんですか。ボディカラーは白の方が高いです。これ今白ですよね。はい。はい。白の方が三十万ほど高いです。え、そうなんですか。はい。ってことは、え、この六万キロ後半、七万キロで、え、この赤いボディカラーだったら、え、もっと価格差あるってことですか。もっと安くなります。あ、そうなんですか。そうなんですよ。ええ。はい。 ですねおおよそ、まあ、全7色あるんですよ初代モデルは、はい、それで人気はもうあるあるですけど、はい、白と黒ですね高いんですよね、はい、こちらはほぼ、はい、あの差額はないですそしてそこから30万ほど下の金額で赤色、はい、それからガンメター、はい、そして青色ですねそしてそこからさらに10万ほど安いのがオレンジとシルバーです出た <laughs> シルバーはい僕の好きなシルバーが シルバーは中古車の場合はお買い得になっております、ね。お買い得ですね。はい。なるほど。えー、で、それぞれグレードとか仕様はどうなってるんですか、はいえー、はい。仕様ですかはい。仕様いきましょうか。えー、グレードはですね。はい どちらもベーースグレードです。初代はベースグレード1本で来て、はい、その後カーボンエクステリアパッケージっていうのが15年モデルから加わったんですねそのカーボンエクステリアパッケージだとボンネットルーフそれからリアウィングがカーボンなんですよ<あ>そして新車より83万円高いですでも、えー、ちなみにベースグレードとカーボンエクステリアパッケージの価格差はお,およそ30万ほどです 中古だとそうです。ただあの本当に全部カーボン、あの、はい、ボンネット、ルーフがカーボンになるとかなりスパルタンなんですよ。はい、だからあのスパルタンなのを好まれる方はカーボンエクステリアパッケージいいと思うんですけど、<laughs> まあ一般的にはこのベースグレードが一番おすすめっていう形になってくると思います。はい、人気も玉数もベースグレードが多いですかね。はい、圧倒的に多いんですよね。<っ>カーボンエクステリアパッケージの場合はやっぱりボディカラーが選べなかったりとか、<ー>それからまあ走行距離も選べない。 はい、球が少ないんでね。うんうん、っていう形になりますから、まあ、こういうベースグレードで選んでいく方が楽しいんじゃないのかなという感じですね。じゃあそのカーボンエクステリアパッケージ30万円分をエアロパーツとかオイールとかに当てた方が個性は出せるみたいな。はいはい、出せますね。 これは全部、新品のエアロと新品のホイール。そうですね。車庫調もですか車庫調も新品です。はい。このクールカーズ愛知っていう、クール初めての中古車センターなんですけど、ここでの車っていうのは、フルノーマルを購入してですね、はい。はい。仕入れてきて、新品のエアロパーツ、新品の足回り、新品のホイールタイヤ、はい。新品マフラー、こういったものをインストールして販売すると。はい。お得にですね。というような仕組みになってますんで。はい。ということで、 あのまあ、まずはエアロが出来たてなんで、はい、まずそこからご紹介でいいですかね。はい、じゃあ、まずこのフロントのこのディフューザーですね。はいはい、これ、クルーズっていうシンプル系のブランド、エアロブランドクールのね、はい、こちらからリリースしてるんで、まあ、非常にこうシンプルなデザインにしてます。そして、ここに少し低めのサイドフィンを設けてるという感じになってまして、はい、で、厚みは15ミリです。はいはい ですねまあ、一番バンパーの低いところから1 5ミリしかダウンしていないと思っていただけると、それからサイドいきましょうか、はいはい、サイドはこの純正のサイドステップのこの下につけるこのディフューザーですね、はい、そして後方部分がこのようにフィン形状で反り上がっていると、はい、立ち上がっているという感じになってますね、はい、でリアいきましょうか、はいで、リアはこのマフラーが。 斜め縦置きなんですよね RCF はこれ純正でこういう形というかこういうレイアウトなんですよね。そうなんですのでマフラーを、ね、こう横置きに変更すれば、うん、まあこのエアロが下を通せるんですけど、はい、まあ今回はあえてこのね斜め縦置きをそのまま使いました。と、はい、いうことでこのサイド部分にリアサイドディフューザーですね、はい、こちらの部分です、はい、そしてこのセンターですねセンターのこのフローティングタイプなんでここが。 空洞になっててまし結構、跳ね上げてますね、跳ね上げましたね、そうですねはい底面から結構奥行きあるんですけど、そこからガバッと上がってきて、ちょっとフィンは控えめな感じでね、あんまり主張させずにしてるんですけど、こういう感じですね、そうですねちょっとかなり後方延長、上方延長してるという感じで、ただね、マフラーとかが迫力があるんで、この車、センター、あれだけ勝ち上げても、あんまり目立ってないんですよ。はい 意外に、はい、という感じですねでウイングいきましょうか、はい、このトランクスポイラーってことで <laughs> 今回はですね、はい、LC の時と違って、はい、カフェインウンウグ使います <laughs> あちゃんとここのラインに沿ってバチッと上がりますから使えますからね、はい、安心していただいてということで、まあ、あのこうトランクの後ろ側の方にこうにつける形になってまして。 かなりかち上げてますね、こちらもね。で、ここでこう折り曲げた、はいまあ、エッジ感を利かした形で、<laughs> そしてこのトータルパネルまで延長してます。で、ここはちょっと空間になっているというようなデザインになっているんですけど、<笑><笑>まずエアロがこの4点ですね、そしてマフラーいきましょうか、これマフラーは車検対応マフラー。そしてパイ数が 116パイという、はいまあ、かなりの大光景ですね。それを斜め縦置きにしてるっていうことで、はい、結構スペース的にはギリギリなんですけど迫力のあるボディの車なんで、はい、まあこれぐらいのマフラーがあってもいいかなということですね。でこちらはテールエンドがヘアラインのブラックカラーで黒く引き締めてます。そしてこちらはヒートブルーグラデーションいてことで青色のグラデーションカラーが。 はい、はい、入って中身がゴールドに光っているというマフラーですね。サウンドは同じです。価格は若干このクロテールの方が高いです。じゃあ音いきますか。音いきますか。行きましょうか。はい、これは V8、はい、ですよね。そうなんですよ。5リッター V8、477馬力ですからね。はい、じゃあ行きますね。はい。 じゃ回します。こういう感じですね。結構抜けのいい音しますね。そうですね。で車検対応なんでそのうるさすぎることもなくはい。 ちょっとジェントルな感じの。はい。まあでもいい予想だと思いますよ。っていう感じですね。そうですね。エアロ4点とマフラーですね。まあちなみに白だと、はい。こういう感じですね。そうですね。こういうイメージですね。こういう感じですね。はい。そして足回りは、ブリッツさんの車庫調で、どちらもローダウンします。そしてこれはデモカー仕様ってことで、かなり下げてありますからね。これはデモカー仕様ってことですね。そうですね。はい。はい。そしてホイールは、 えー、ベルズホイールっていうクールオリジナルホイールブランドの中造ツーピース、はい、こちらはねメッシュタイプなんで KCV01 っていうホイールで20インチ入れてあります、はい、でタイヤはファルケンさんの FK510 ですねそれからこちらは5本スポークの KCV03 シリーズということで、まあ、かなりこの両方ともコンケーブがガツッと効くんですよね これホイールはどっちも選べるということなんですね。ホイールはね自由に選べます。そしてこの RCF ブレーキかなりでかいんですよ。ですね。通常はだいたいあのホイールに下駄を履かせるって言って、はい、あのディスクがね10ミリとか15ミリ、少しこう手前に出てくるディスクを使うんですね。あ、ビッグキャリパー対応ディスクなんですよ。はい、ただクールの場合は逃げるんですよ。ここ見ていただいたわかるとこ。はいはいはい。このようにね、うんこのコンケーブ角度でこのビッグキャリパーが逃げれるんで。 じゃあどういうことかって言うと、下駄を履かせる必要がないから、リムが深く取れるという仕様になってます。から？はい、こういうあのキャリパーのでかい車にはベルズシリーズおすすめでございます。んでっていうのがクールで扱ってる。はい、アルシェフの中古車ってことですね。そうですね。はい、このフルキット全部付けますと、はい、およそ180万円分の。 新品オプションパーツが装着されているという形になりますので、はい、それで649万のプライスっていうことは、ですお、ねはい、およそ中古車ですけども、はい、オプションの方で50万から60万ほどは値引きをさせていただいているという検査になりますので、まあこういうカスタムした状態で中古車を買いたいという方には、非常にお得なシステムとなっております。はい、でちょっと話戻しますけどはい、はい、でこのの狙い目の年式グレード、ええ はい、走行距離、はい、ボディーカラー、はい、どの辺を基準に考えたらいいんですかねそうですね、ま,あ、まず年式は2014年から2015年モデル、はい、これがもう、市場の7割から8割を占めますんで、まあそこを狙った方がいいそうですね、逆に言うとシリーズが豊富なので、はい、自分の好みのものが選べると。例えば、なんかあるんですか、仕様が違うそうですね、まあ、例えば、もうグレードはベースグレードかカーボンエクステリアパッケージの2種類しかないので、はい、初代モデルですね。<laughs> あとはサンルーフですね。 サンルーフサンルーフのありなし。これは両方ついてないんですよ。両方ついてないですね。ちなみにサンルーフがつくとですね。あのあるあるなんですけども30万ほど上がります。結構上がりますね。はい、結構希少なんです。サンルーフありがですね。はい、ということで30万上がりますんで、あるいは球数も少ないのでね。サンルーフありでちょっとお買い得な車があったら。 ご購入した方がいいかもしれないです。あ、なるほど。はいはい。はい、それからね、内装です。内装はい。ちょっと見ましょうか。え <A>、はい。RCF は内装がね、4カラーあるんですよ。はい。4色ですね。で、こちらは内装レッドカラーはいはい、はいね、いう感じになってまして。 レザーは全部レザーなんですよね。そうですね。全部レザーですね。はい。レザーの種類が若干違ったりはするんですけど、まあこういう形ですね。バケットシートでいい感じですね。そうなんですよ。バケット形状になってて、結構ね、ステッチの色を変えてたり、あるいはこうダッシュボードっていうんですかね、こことメーターパネルフードですね。それからこのコンソールボックスとか、アルカンターラ使ってたりね。なるほど。で、このドアもアルカンターラ使ってたり。 そしてなぜかステッチの色がバラバラっていうのが RCF の特徴ですねでここがカーボンになってたりそうですねはいただですねカーボンの場合はこのようにクリアが浮いてくるケースがあるあるですあそうなんですかじゃあこの辺は、はまあ諦めるか玉のいいのを探すかそうですねあるいはまああの新品がまだまだ手に入りますんで交換しちゃう新品に交換しちゃうっていう手はありますよねなるほどはい ああああと内装ででかあるあるみたいなりますそうですねそうこの車はね非常に内装のシートが綺麗なんですね、距離も少ないので、はい、どうしてもねここ、すごいバケットになってるんですか、はい、ホールドがすごいんで、ここがね、ほつれるんですよ。あそううでしょうねだから多分この6万キロ後半ぐらい乗ってると、ですね、はい、あこういう感じになりますね、乗り降りのときにこういうふうにちょっとすれてしまうと。 補修はできますん、まあ、張り替えることもできますし、はい、あの上からです、ね、色を塗ったりとかしてあ<ー>あの分からなくごまかすこともできますんで,で内装のシートカラーなんですけど、はい、これはフレアレッドっていう色なんですね、はい、これが一番人気だと思いますで2番人気がブラックでオレンジのアクセントが入ってるタイプがあるんですよ、はい、これが2番人気ですねうん、はい、そして、えー、ブラックとあと白っぽい色があるんですよ合計4色なんですけどうん、はい、これがもうちょっと安いと。 10万円ずつぐらい差が出るケースが多いかなっていう感じですね。なるほど。一番人気はこの赤です。赤内装ですね。フレアレッド内装ですね。なるほど。はい、じゃあ赤にこだわらなければもうちょっと安,安くはできるそうですね、まあ。例えば白がいいよとか、うんうん、あるいはもう黒であのシンプルにいきたいとかっていう方の場合は、はい、少し安く買える可能性があります。これナビとかはは純正でですすよねね、ええ、そうですね、はいあこれですね。 かっこいいですねえ F と出ますからねこういう感じの内装になってるとそうですねナビなんかはここでこう操作できるんでねはいはいはいい。えこういう感じでなるほど時計も高級感バリバリあるんでねあそうですねはいこの車に関しては内装綺麗ですねそうですね非常に綺麗なお車ですね天張りもももやれてないですしシート助手席 運転席席ともも綺麗ででですすすねねねそそうう助手ただカーボンパネルがちょっと浮いているとあこっちもですねはいええー、っていうところなんで、まあ、この辺りはやっぱりちょっと交換を考えた方がいいかもしれないですねでこの状態で649万円と3万キロ台ですねそうですねでこちらが6万キロ後半、まあ、7万キロですね、はい、7万キロで599万円とまあ600万から650万ぐらいのはい 予算感って感じなんですかねじゃあそうですねあのもう少し距離をですね伸ばせば、はい、正直500万前半とか下手すれば499万でこうカスタムカーが買えるケースもあるんですけどはい。あのこの車なんですけど、はい、実は仮想公社少ないんですよあそうなんですかはい、えー、この3ヶ月間のオートオークションを分析すると、はい、距離8万キロ以上の車がわずか10%しかないおお<ー>。これは普通の車から考えると非常に少ないですねう<ー>んですねこうあんまりこう 通勤で毎日乗ってるとかものすごく距離を乗るような車ではなくて非常に趣味性が高い車っていう感じですね3万キロ台ですねが40%なんで結構距離の少ない車が多いです。ということは今球の状態は非常にいいっていう感じですねそうですね中古車市場そうなんですよはいそれで新車で1000万近いお車がまあこれぐらいの金額で買えるということを考えると まあ非常に割安感もありますし、まあこれからガソリン車がひょっとしたらなくなっていくんじゃないかという中で、5リッター V8、はい、477馬力、いいんじゃないでしょうかと、中古車で大々おす,すめのお車っていうのはそういうことですね。ということで、RCF 用のエアロパーツが完成したので、これからクールでは、ガンガンこの中古車ですね、フルカスタム中古車、販売していきたいと思いますんで、よろしくお願いしますとはいということですね。これ こ,このクールカーズに来ればいいってことなんですかそうですすかそうねクーールカーズ愛知の方へ展示させていただいておりますし、はい、もしくは今全国7店舗クールございます西は福岡、はい、大阪そして関東では栃木埼玉ですね、はい、そして愛知県に3店舗という形になってますんで、はい、最寄りの店舗の方にご来店いただいてお問い合わせいただいても大丈夫ですし、はい、それからクールワンという オンンラインオーダーシステムがございます、はい、EC システムなんですけどそこで在庫のある中古車ですね、はいはい、こちらが全部検索されるようになってます気に入っていただいたらそのまま中古車なんですがそのお車をオーダーすることできますんでご自宅でスマホで触りながらそのまま、えー、買っていただいても大丈夫ですし店舗でいろいろね営業マンと話をしながら仕様なんかを決めていきたいっていう場合は最寄りの店舗の方にご来店いただけると嬉しいですこれじじゃあ即じゃ即納ない 原車じゃなければ、はい、1からノーマルから探してきて、はい、作り上げることも可能ってことですね。そうですね、はい、在庫にない場合はあの原車を探してきますんで、はい、オートオークションを中心にですね、お好みの内装であったり、お好みの距離、カラーですね、それに合わせて大体おいくらですよっていうあの予想を立てさせていただいて。じゃあ逆に、ええ 予算じゃあ600万でとか550万でとかでこの仕様を作ってっていうのも可能ってことですよねそうですねそうすると走行距離はこれぐらいがおすすめですよとか、はい、ボディカラーはこの色がおすすめですよみたいな感じになりますし、はい、希望のお車があったらすぐ買っていただくといいかなという感じですねということで今回は RCF の中古車の買い方動画でございましたありがとうございました